NGC3982 は、大熊座の方角に約6800万光年離れた位置にある、中間渦巻き銀河である。ユグック6918としても知られる。1789年4月14日に、ウィリアム・ハーシエルが発見し、惑星状星雲とご分類した。NGC3982 は、M109 銀河群の一員である。 死等級は12.0で NGC3982 の観測には望遠鏡が必要である。小さな望遠鏡を用いると、この銀河は中心領域が若干明るい球状の非常に暗く希薄な半盛の光として見える。NGC3982 はセーファート2型銀河で銀河系の約3分の1にあたる約30万光年に広がっている。 我々から約秒速1 1 0 9トルの速度で遠ざかっている。この銀河は銀河系に似た典型的な渦巻き銀河であり、中心部には超大質量ブラックホールが存在し、明るい腕では星形成が盛んである。この領域では超新星も観測されている。NGC3982 の腕の中では急速に恒星が誕生している。 明るい銀河核には古い恒星が集まっており、中心ほど密度が高くなっている。核周辺領域でも星形成が盛んで、1年間あたり0.52太陽質量と推定されている。ハップル宇宙望遠鏡による画像では、核周辺の星形成領域と銀河核の間には小さな渦が存在するのが示され、これは星形成領域からブラックホールに ガスが転移するチャンネルとなっている。NGC3982 は、大熊座に位置し50個以上の銀河を含む M109 銀河群の一員である。この銀河群は、最も明るい渦巻き銀河 M109 から名付けられた。NGC3982 この銀河は、超新星とケフェード変更星という、天体の距離を測定するための二つのツールを両方、含むため、 銀河系外の距離を測定する手助けとなることができ、興味を持って研究されている。1998年、NGC3982 の超新星からの光が地球に届き、イギリスのアマチュア天文学者マーク・アームストロングが発見した。この超新星は、死闘級が14.9の時に発見され、2日間増光し、 最大14.0等級に達した。この爆発は、白色矮星が、晩星から、質量の転移を受ける、連星系に由来するもので、白色矮星が十分な質量を獲得し、これ以上自身を支えきれなくなると、構成は激しく明るい爆発を起こす。典型的な渦巻き銀河では、約100年ごとに超新星爆発が発生するため、 NGC3982 や、その他の銀河の高解像度画像を用い、超新星を起こしそうな構成を探している。ありがとうございます。